労働安全衛生法による免許証労働安全衛生法による免許証は労働安全衛生法第8章に規定された各種の免許を有することを証明する文書であり当該免許を受ける資格を有する者の申請に基づき都道府県労働局長が発行する労働安全衛生法による技能講習修了証明書と同様 日本の労働現場において事業者が労働者に対し危険、有害な作業を行わせる際に当該労働者に求められる作業者または作業主任者としての資格の証明書である。なお免許証は可及的速やかに遅滞なく交付しなければならないとされている。労働安全衛生規則別表第4の記載順による実物の免許証上の表記順とは異なる。 受験資格及び免許交付資格に制限のないものにはを受験資格に制限はないが免許交付資格に制限のあるものにはを免許交付資格に制限はあるが数日間の講習終了で免許交付資格を得られるものにはを試験以外の方法でしか取得できないものにはを学科試験合格に加えて実技試験合格を要するものにはを吹きまたそれらの制限等とは別に 一定の要件を満たすものであれば、無試験で取得できるものにはお吹き。存続している旧免許制度改正のため現在は、新規に取得することはできないが、免許自体は、有効とされ、過去に取得したものが、免許証紛失、別室等で再発行申請した場合に限り、発行される。現行の葉っぱ技師が、両者の範囲を包括しており、後継かつ上位免許とされる。 後継の免許に置き換えられた旧免許制度改正に伴い後継の新免許を受けたものとみなされる。改正前の免許証を所持している場合、当然その表示は旧免許の名称であるが権限は後継の現行免許と同等となる。なお、紛失、滅失等で再発行申請した場合は、表面の有無欄は現行免許の様式代紙を用いるため現行区分に、 したがって、後継免許すべてに1等の表示がなされるが、裏面の取得欄には、旧免許の名称、取得日が記載され再発行となる。矢印は移行の変遷で、右端が対応する現行免許。労働安全衛生規則様式第11号による記載順。配分の左は、実際の免許証表面に表示される略称。免許の有無は、略称の上欄に、 企取得の場合は原則として、一応未取得の場合は、例を記載することで表示される。ただし、会免許を有する者が上位免許を取得した場合は、上位免許が1となる代わりに、会免許は、例と表示される。なお、表面の免許証番号を、青年月日、交付年月日、ウムランでのウムを表す、数字、理面の住所欄の番地等及び取得年月日には、 三用数字が用いられるが、免許の名称の数字部分は、縦書き横書きの別に関わらず、すべて関数字が用いられる。担当業務の範囲等から見ると、衛生工学衛生管理者は、第一種衛生管理者、第二種衛生管理者の上位資格であるが、免許としては上位、下位の関係ではないため、第一種衛生管理者免許または、第二種衛生管理者免許の所持者が、 衛生工学衛生管理者免許を取得した場合は、前者と後者それぞれに位置が表示される。個別の限定条件一部の免許については、体または精神の機能の障害がある者に対して、その者のが行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、免許を与えることができると法令に規定されており、それら個別の条件が付される場合は、 1>, 1に代わって、9が表示され、利面微光欄に、当該具体的な条件が記載される。クレーンデリック運転士免許、クレーンデリック運転士免許のうち、クレーン限定または、床上運転式クレーン限定の条件が付された。場合は、9が表示され、利面微光欄に次の通り限定条件が記載される。特定第一子圧力容器取扱作業。 主任者免許前日の通り、特定第一子圧力容器取扱作業、主任者免許は次の資格を、すでに取得している者の,のみが、免許交付対象者であり、免許試験合格で取得することはできない。電気事業法第44条第1項第6号の第1種ボイラータービン主任技術者免除または、同項第7号の第2種ボイラータービン。 主任技術者免状の交付を受けている者、高圧ガス保安法、第29条第1項の製造保安責任者、免状または販売主任者免状の交付を受けている、物ガス事業法第32条第1項のガス主任技術者免状の交付を受けている者のこのうち、1を根拠として取得するものウムランには普通に、1が表示されるが、2または 3? により取得するものについては、 2が表示される。なお、特1圧免許には前日の個別限定制度がないため、2と9どちらを優先表示するかについての問題は生じない。ありがとうございます。